皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサです。群馬県の文化財解説始めるよ。ゆっくりしていってね。今回は前橋市三代沢町にある群馬県指定重要文化財赤城神社総門を解説します。まず赤城神社についてです。赤城神社は赤城山を御神山として祀る神社で、群馬県を中心に300社以上あるとも言われています。そういえば赤城神社に行こうとしてナビに入力したら、たくさん出てきてどこに行けばいいのかわからないというネタがあったぜ。その数多くある赤城神社の中でも、この赤城山ふもとの三代沢の赤城神社、通称三代沢赤城神社と、赤城山山頂のカルデラ湖内に建てられた赤城神社、通称大道赤城神社が総本宮とされているよ。どちらもパワースポットとしても有名だぜ。赤城神社総門は三代沢赤城神社のかつての参道にあります。現在は参道の横に県道が作られていて、車で三代沢赤城神社の境内の近くまで行けるので、剣道を使うと総門を見ることができません。せっかくなのでかつての参道を通って総門を見ていきましょう。参道に移動します。右が参道、左が新たに作られた剣道です。参道を進んでいきます。参道は両側が樹齢300年以上と言われる松並木で、現在遊歩道として整備されています。また、多くのツツジも植樹されており、ツツジの名所としても親しまれています。さらに進むと小さな鳥居もあります。第二鳥居というやつかな？そうだね、だいぶ赤城神社も近づいてきたよ。参道の右手には前橋市指定重要文化財の石殿もありますね。かつては参道だったことを物語っているぜ。そして参道の終点部に赤城神社総門があります。これが赤城神社総門です。案内板があるので読んでみましょう。群馬県指定重要文化財赤城神社総門。構造形式、高齢門。この総門は、建立年代は不明である、紅葉の袖模様、二重腕木の木花等の特徴から、18世紀中頃、宝暦から安永年間の建立になるものと推測される。親柱の紅葉橋、象花は、その平面的彫刻が古式であり、室町時代的様相であり、目を引く。また、紅葉城の太平塚と、その上部の三つとは花ひじきが欠損しているが、構造上興味あるものである。この種の建物は群馬県下にも数少なく、近年中央の遺構として大変貴重である。では、赤城神社総門を見ていきましょう。これが赤城神社総門です。屋根の中に柱を収納した薬衣門を簡略化した高齢門という形式です。確かにシンプルな作りだな。次に門の内部を見てみます。経年劣化もありますが、様々な彫刻がよく残っていますね。紅葉の両端は立体的に神獣の顔が彫られています。ビーグルにも見えるぜ。ちょっと似てるね。それはそれとして気になることがあるんだけど。気になることなんですか、マリサさん。この門建てられたのが18世紀中頃と、さっきの案内板に書かれていたけど、最初に見た案内板には、工事2年1556年に建てられたと書かれていたと思うんだが。良い質問ですね、マリサさん。おそらく当初は建てられた時期がわからず、形状や材料などから、18
18世紀中頃と推定したが、後になって1556年に建てられたという文献等の根拠が見つかったのかもね。なるほど。それでは総門をくぐって新しく作られた県道と合流します。合流したぜ。赤城神社までは目と鼻の先だな。先に赤城神社の鳥居が見えるぜ。そうだね。このまま赤城神社に向かいます。神社に向かう道中にこの地域のマスコットキャラクターが描かれたシャッターがありました。この赤城神社のある三代沢町のキャラクターは巫女さんがモチーフの三代ちゃんですね。センターでリーダー格だぜ。他にも忍者や柏餅、マッチョな馬などをモチーフにしたキャラクターが描かれています。そして三代沢赤城神社です。今は車で近くまで行けるから楽ちんだぜ。それでは一通り解説できたのでまとめに入ります。史跡の名前、群馬県指定重要文化財赤城神社総門。三代沢の赤城神社の参道終点部に建てられた総門。門の構造は高齢門で、工事2年1556年に建てられたもの。以上となります。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。